デブラ・ミセリー、デブラ・アン・ミセリー、デブラ・アン・ミセリー、1964年2月9日帯は、イタリアのミラノを生まれ、アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス育ちの元女子、プロレスラー。ギミック上では、ミネアポリス出身とされていたこともある。アメリカと日本で活躍し、アランド・ラ・ブレイズ、ロンド・ラ・ブレイズ、メデューサ、マズサなどのリングネームで知られる。リック・ルード、 カート・ヘニング、ニキタ・コロフ、バリー・ダーソー、ジョン・ロード、トム・ジンクなどを輩出した、ミネアポリスのロビンズ・ゲール高校を卒業後、ロード・ウォリアーズのトレーナーとして知られるエディシャー・キーのジムでプロレスを学び、1984年にアワにてメドゥーサ・ミセリーのリングネームでデビュー。アワでは、ケビン・ケリーニック・キニスキーのマネージャーを担当する一方、 女子王者のシェリー・マーテルと構想を展開。1987年12月27日には、シェリーの WWF 遺跡で空位となった、アワ女子座の争奪トーナメントに出場、決勝で、キャンディ・デバインを破りチャンピオンとなった。その後、1989年から1991年にかけて来日し、全日本女子プロレスを主戦場に活動する、後日。 1991年、ポール・イ・デンジャラス・リー・ヒキール、ヒール軍団、デンジャラス・アライアンスの一員として、WCW に登場。リック・ルード、アーン・アンダーソン、ラリー・ズ・ビスコ、ボビー・イートン、スタニング・スティーブ・オース・チンラと共闘した。1992年8月には、リック・ルードのマネージャーとして新日本プロレスの G1、クライマックスに来日している。 1993年に WWF へ移籍。アランドラ・ブレイズのリングネームでベビーフェイスとして売り出される。WWF ではルナバション、ブルナカのベルサフェイト構想を繰り広げるなど女子戦線で、勝下が WWF 女子王座大会中の1995年に WCW へ再移籍した。WCW ではリングネームをメデューサに戻し、 番組内にて、WWF 女子王座のベルトをゴミ箱へ捨てるパフォーマンスを観光した、このフォーマンスは、後のモントリオール事件の伏線ともなっている。また、この出来事で全日本女子プロレスの選手が、WWF に定期的に登場するプランもあったが、立ちゲーになってしまう。WCW では主要な女子レスラーの一人として、活動し、シスターシェリーや、北斗賞と構想。 1997年6月のグレートアメリカンバッシュでの北斗戦を最後に WCW を離脱するが1999年よりランディサベージのマネージャー役でカムバックする12月19日開催のスター・ケードではエヴァン・カレージャスを破り女性で史上初めて WCW クルーザー級王座を獲得したまた WCW パワープラントの教官も務め トリー・ウィルソンらのトレーニングを行った。2015年3月2日、WWERAW にて、WWE 殿堂に迎えられることが発表され、同月28日に、カリフォルニア州サンノゼの SAP センターとサンノゼにて行われた式典では、ナタリアがインダクターを務めた。1989年にクラッシュギャルズの長与ちぐさの、 ライバルとして全日本女子プロレスに来日。初戦で長与ちぐさを破り、いわ世界女子王座を奪取。長与の引退式が行われた、横浜アリーナにて開催された、レッスルマリンピアード89にて、ライオネスアスカと統一グローバル王座決定戦を行い破れるが、その後日本に定着。ライオネスアスカ引退後は、全日本女子プロレス初の外国人エースとして、 活躍する。ただ、それまで外国人レスラーは、お客さんであり、団体自体が認める、外国人レスラーのエースという存在がめてだったことも、あり、選手間の圧力は、相当あった様子。上記のように当初は、ベビーフェイスとして活動していたが、後に、アジャコングを中心とするユニット、ジャングル、ジャックの一員として、ヒールに転向し、短い期間だったが共に活躍する。 その後、全日本女子プロレスとの契約を終え、アメリカに帰国し WCW 及び WWF、現 WWE に登場する。この間一度だけだが、ジャパン女子プロレスのシリーズに参戦、当時まだ団体対抗戦は、夢だった時代、全日本女子プロレスで活躍したメデューサが、ジャパン女子プロレスのリングに上がると、いい出来事に、ファンは注目した。その後、 全日本女子プロレスの東京ドーム工業にアランドラ・ブレーズ名義で久しぶりに参戦し、ブルナカノと WWF 女子王座をかけて対戦するが現役選手としてはそれが最後の来日であり、それ以降は日本のどの団体にも出場していない。2015年8月23日、スターダム USA コミッショナー就任と共に21年ぶりに 来日することが発表された。9月23日に、甲楽園ホールで開催された、スターダムゴスター GP 優勝決定戦に、立ち会い人とし来場し、ブル中野との再会も果たした。2001年の WCW 崩壊後、前日の経緯もあり、WWF へ移籍はできず、そのまま、プロレスラーを廃業。現在は、地元のフロリダに在住し、 モンスタートラック競技に取り組んでいる。2004年のモンスタージャムワールドファイノルズのフリースタイル部門では3人の同時優勝者の中の1人となり、2005年3月には女子選手として初めてモンスタージャムワールドファイノルズのレーシング部門で優勝た。しかし2006年3月、モンスタートラック競技のライブネーションチームから解雇された。しかし、 2009年から再びモンスタージャムに復帰している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。